11月6日金曜日朝6時37分のホームポイントはオフショアが背後から吹いてますね。それほど強くはありませんが、海には左の奥ブレークが見えますね。全体的には筋のようなうねりが伸びて伸びてインサイドからショアブレークって感じですけど、左はややミドル付近でブレークしたように見えましたね。ホームポイントの右もそれほど強くありませんが、しっかりとオフショアが背後から吹いてきます。海はほとんど筋のようなうねりも見えない感じで、ほぼフラットですね。左側はなんとか筋のようなうねりははっきりと見て取れますが、気温は13度ぐらいですね。風はオフショア、今いい感じのうねりの筋が見えますね。はっきりとこっちは でもブレイクはしませんね。ほぼフラットで言えばフラットですね。今オフショアが強めに吹いてます。